何がパンクなんだって、うん、街で聞かれたと。ああ、はい。どうも。食べました。ずっと始まったな。はい。そういえば、まあ、はい、今日も話さないとの収録終わりに。はい、そうですね。そうですね。一個私、話そうと思ってて話さなかったやつがあって。話さないと。話さないとな。話さないと。それを今二人に、はい、クイズっていう形で出して。だる。だる。何それ、はい、なんで、まあ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 、いいでしょ。なんでな。じゃあこれで、これでよかったら、うん、次週からは、このコーナーも、なんとか本編に。あ、別コーナーで別コーナーで、ちょっと食い込ませていただき、なるほどね。じゃあプレゼンです。プレゼンなんだ。はい。はい、プレゼンでございます。はい。はい、名言みんなで当てようぜコーナーです。来たね、名言。名言ね。はい、好きだね。じゃあ、最後に何て言ったでしょうを当ててほしいんですよ。最後になんて、はい。まず、途中まで話します。聞いてみよう。はい。まあ、グリーンデーっていうパンクバンド。知ってるよ。バスケットケースとかの人がいるんですけど、うんうん、はい、まあ、ボーカルのビリー・ジョー・アームストロングという方がいるんですね。名前やな。名前かっこよすぎるよ。名前かっこいい。集めすぎてないっていう感じの名前だから、アームストロングだけでも十分もう役あるのに。確かに。その方が、パンクだからね、うん。何がパンクなんだって、うん、街で聞かれたと。ああ、はい。そしたら俺はゴミ箱をボーンって蹴って、うん、これがパンクだって。言ってやったと、はあ、そしたらそいつもゴミ箱をバーンって蹴って、うん、これがパンクかって聞いてきた、うん、そしたら俺はいやそれは〇〇だって言ってやったんだの〇〇だ、それ、を考えていただけたらなと。はいはい、はい、迷惑。あ、ちょっと違いますね。あ、ちょっと違うんだ。バカだ。いや、ちょっと違いますね。違う。え、もっと何、ウィットな感じやん、うん、ウィットでしょ、多分ね。ウィット、だからまず本人がゴミ箱を倒してると。で、これがパンクだと。パンクだと、うん。で、そいつもゴミ箱を蹴ったから。分かった。うん、はい、空気入れだ。ああ、パンクだからね。いやいや、それ違うだろ。日本語の、日本語のウィットじゃないよ。それはすごいね。いや、それは違う、ね。意味わかんないし、空気入れじゃないし、違う。空気入れじゃないしね。おお。何その、ダセ、ダセ、ダセ、ダサアームストロング。それは空気入れだよ。違う。ちゃんちゃんや。じゃあやろ、かっこいいんやろ、多分。かっこいい。名言です。だから、それゴミ箱は関係してますよ、それ。あ、関係してないです。あ、してないんだ。はい。同じこと、あ、はい。モノマネじゃない？あ、もうめちゃめちゃ近い。ってことでしょ、だから。はい。真似るんじゃなくてオリジナルやるってことです。その通りでございます。なるほど、なるほど。じゃあ、サルマネ。あ、もうちょっとマネから離れますね、言葉は。サルゲッチュ。違う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 。サルは取らない。あ、サルの子じゃないんだ。あ、そっか。イミテーション。あ、なんかもうめちゃめちゃ来てる。模造品。あー、正解言っちゃいますか。言わないでください。海賊版。惜しいな。パクリ。パクリね、パンクだからね。パクリ。ね、ちょっと違う、一歩だけ違うとこ行くかも。一歩だけ違う。はい。え？で、真似てるみたいなこと。真似てるみたいなこと。真似てるのはダサいってことでしょ。つまり真似てるのってどういうことだ。偽物か。タイはない、タイはない。違う違う違う、俺のね、話さないから。はいはいはい。何？なんだろうね。はい。皆様も、ま、考えてみてください。何文字か聞いていいですか？うん、じゃあ、もう。ふんふんふんみたいな感じで。ふんふんふん。だが最後。ふんふんだ。ふんふんだ。あ、なんか、俺。出そう。はい。そう。でも出ない、まだ。ごめん。コントだ。あー、まぁ、あ、ちょっと違うな。ブラフ、ブラフ。違います。じゃあなんかあるんだよ。なんか。でも割と普通の言葉です。割と普通の言葉？はい。普通だ。つまり。つまり。平凡。え？違う。もう、来てますよ。来てます。凡人、凡人みたいな。あ、まあまあまあ、そこまで悪い言い方しないけど。普通、いや普通じゃないよね。素直とか。でも違うね。真似てんだもんね。うん、なんだろう、はい、フェイク、フェイクみたいな。フェイクではないですね。フェイクではない。まあ。え、英語？日本語？日本語です。日本語。ガンって言って、それは、なんとか。うん。俺は初めてゴミ箱ね、蹴ったから、俺はパンク。パンクだ。そいつが、真似して蹴ったことを。2番センチだ、見たことだよね。いや、それは。え、なんだろう。え、気になるね。え、ちょっと待って待って待って。わぁ、ちょっと出なそう。え、一文字もらっていいですか？文字使ったことある。絶対使ってる。一文字目もらっていいですか？一文字目言ったら多分当たる気がするんだよな。
じゃあ3文字目で言うじゃん最後。リリ、うん、リだ。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 フロリダ。うまいね。やっぱあのラクマさんのこういうのは違う違う角度から来るんですよ。二人とも。カラクリだ。いやいや文字数考えろ。文字数ただ間違えんだよ。ただただ間違えんだよお前。リダでしょ。リダ。リダ。ちなみに3文字で漢字で書くと2文字です。偽り的な偽り的なあのいろんなよ2つの読み方ができる感じです。2つの読み方全然わかんないな。びっくりするが出てこないね。で意味は同じです。同じ音読み訓読みみたいなのがあって意味は同じです。あのその言葉としての意味はその二番煎じ的なことってこと。二番煎じというかまあこれ以上言うともう多分当てちゃうと思う。偽物みたいな。偽物ではない。偽物ではない。マネみたいな。マネが近い、ね。まあ簡単に言うとマネに近い、ね。模造品。模造。あれ言ったってだからリング。なんですぐ忘れちゃうの条件。マネだけど。うん。まあ。うわ出したいこれ絶対出したいよここまで来たら。なんつうのかな。こんなここまでヒントもらって。みんながマネしちゃうことがね。え？あこれ相当でかいヒントっぽい。でかいヒントだね。うん流行りだ。ピンポン。おしゃい気持ちいい気持ちいいおい気持ちいい。なるほどね。ああ。これ名言じゃない？あ言って言って流行りだって言って。流行りだ。それが流行りだ。それが流行りだ。なるほどね。そう。これすげえいいことそうかな、ね、結局俺の見ていいなと思って真似したから流行りだ、うん、流行りになってるだけだと。俺がオリジナルだっていうね、パンクってのはオンリーワンなんだから。そうだから昔あのよく私はそこに対して何も思わないですよ。はいはいはい。ちなみにこれもタイはありません。タイはないですね。タイはないね。ある時にしか言わないんだけど、うん、昔あのブルーハーツがライブやってる時に、はい、みんな好きな格好をしようぜって言ってた、うん、でライブそのメッセージをみんなに届けたい、うん、みたいな感じでライブしてた時に、うんまあ、ボーカル河本ひろとさん、うんはいはい、とみんなが全く同じ格好してライブ来てるっていう状況にちょっと近いっていうか。あいやそうじゃなくてそ, う、ねそれぞれが個性でねってやりたいんだけど流行りがで起きちゃうとねそうそうそうまあでもそうね言いたいことは違うんだよ。でもまあでもこれもまたなんか間違いではないというかそうそうそうみんなも好きな格好が河本さんが好きだから、うんうん、だから間違いではないんだけど、うんまあ、流行りになっちゃったねっていう、うんうんうん、なるほどね、うん、あ面白いですか。いいですか。せっかくならもう一個いきましょうよ。いいですか。じゃあこれはのない目ない恋と愛の違いの中で永遠に怯えてるくせに朝が来るのが早すぎてまるでソース引っ張れ散る君と合わせた唇夢から覚めてもまだ夢の中子供じみた二人でこの世に見た輪廻の途中